ウィリアム・スタンレイ・ヘーゼル・タインはアメリカ合衆国の画家である。ロマン派の影響を受けたアメリカの風景画家のグループ、ハドソン・リバー派の画家の一人である。フィラデルフィアに成功したビジネスマンの父親とアマチュア画家の母親の間に生まれた。ペンシルベニア大学、ハーバード大学で学び、1854年に学位を取得した。1855年に、 ペンシルベニア美術アカデミーに初めて絵を出展した後、ヨーロッパに渡り、その頃多くのアメリカ人が留学していた、デュッセルドルフ美術アカデミーで学び、その後スイス、イタリアを旅し1857年後半からローマに滞在した。数ヶ月、ローマやカップリ島の風景を描き、1858年にアメリカに戻った。フィラデルフィアに戻った後、 1859年末までにニューヨークに移り芸術家が住んだジュース・トリート・スタジオビルの住人になった。その建物には風景画家のフレデリック・エドウィン・チャーチ、アルバート・ビアスタットやワージントン・ウィットレッジも住んでいて、ビアスタットとウィットレッジはヨーロッパですでに知り合っていた。はじめはヨーロッパでのスケッチした絵画を仕上げていたが、ニューイングランドの海岸の風景を描くようになった。 風景画で多くの賞を受賞し、1860年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの巡回員に選ばれ、1861年に正会員となった。1864年に妻を失い、1866年に再婚した後、家族とヨーロッパに渡り1867年からローマを拠点にヨーロッパ各地の風景画を描く生活をした。アメリカには、 定期的に帰国し1899年には西部を旅したが1900年にローマで没した。ありがとうございます。